どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ゴーライトシミュレーター、シミュレーターを起こしに行きますっていうことですかね。で、実はこのコース海外のトロール実況者2人でどっちが早くクリアするかっていうレースのイベントがあったらしいんだよね。そのコースの1つって教えてくれました。3つコースがあるらしいんだけど、どれもめちゃめちゃヤバいみたいだよ。あのトロール制作者ユートさんが、私のコース全部消してもいいんで、この3つは絶対にダウンロードしてくださいってDM が来たんですよ。いや、そこまで言うんだったらマジでやばいんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 8.16%。 まあやばいって言ってた割にはクリア率が結構高いよね。で、最速も27秒だったから結構早めにクリアするかもしんないね。うわ、でもめちゃめちゃ楽しみ。どんなコースなんだろうね。速攻バッグが来ますみたいな。まだ何もないか。左も特に何もない。で、このメット踏んでいい？踏んで左に逃げるしかないよな。で、メットを踏んでリフト、え、特に何もなくない？何も落ちてこないし。じゃあ踏んでバネに乗りのメット踏むあれ、ダウンロードするコース間違えた騙し要素何もなくない？あ、もしかしてさ、これが騙しコースですっていうのが騙しなのかもしんない。まあこのドスンから逃げようか。普通に面白そうなコースだよね。さあ、ここのリフトを貫通しので、ここのドクロリとちゃんと乗れる。オーケーオーケー。で、こっからどうすればいいのかな。なるほどね。ドスが連れてってくれると SGDQ2024 かな。 SDGQ ってどういう意味なんだろうね。で、こっからどんどん左に行けっていう感じね。はいはいはい、結構長いんじゃない。さあ、このバッグを1体2体どこで降りるんだろうねいや、長すぎやろ。え、これちゃんと動いてる。下がさ、レールっていうことはないよな。一旦降りてみようか、パックのところらへんで。オッケーオッケー。さあ、ここで中間ポイントゲット。右はなんかある？あ、右は特に何もないか見て見て、上の方だ、浮いてる。開幕唇植物。え、大丈夫？最初の騙しがさ、ここにパックンが来ただけなんだけどこっから騙しコースで会ってくれ、頼む。あ、なんかそれっぽいの来たよ。このオンオフは、うん、なに？いや、でもこれがオンオフが変わるっていう可能性は。なんでだよ。面白い。こっから本番開始っていう感じかい。まったく、オープニングが長いんだから、最初から騙しをさ、バンバン来てくれてもいいんだよ。聞いた話なんだけど、イベントには3つコースがあって、3つ目のコースが一番ヤバいらしいね。いや、これが何個目かわかんないんだけど、3つ目のコース聞いてきました。それは聞いてねえよ。僕もさ、トロールコース誰かとクリアする競争とかやってみたいね。いや、もう勝てる自信しかないよ、本当に。バサバー。10月にオフ会があるからさ、そん時にやってみようかな。来てくれた方の一人とトロールコース、どっちがクリアするの早いか勝負みたいだ。いや、テクニックコースじゃないんでしょ。トロールコースだったらマジで負ける気しないね。お前は帰れ。たとえ対戦相手が制作者でも負ける気がしないね。僕はコンティニューしようか。カキピーの P いらないと思うんですよいきなりなんだよって話だよなパウ来てんじゃねー。世の中の人はどう思ってるんだろうね。いや、 P いりますよっていう人の方が多いから。 P、 何これ。いや、でも僕がいけないと思ってんのか。その隙間、顔面拒否が。パンを一回置くでしょ。で、すぐ持って投げてみようか。それで大丈夫。オッケーオッケー。さあ、このハテナブロック叩く。絶対叩いてやる、あのハテナブロック。ダメダメで瞬間そりゃナイス。少しずつ本性を出してきてるみたいですね、このコース。いや、一つ目でさ、これだったら三つ目とかマジでどんだけヤバいんだろうな。まあまあ、それは後々楽しみに待っててくださいよ。さあ、スネちゃま、何もしないでね。スネちゃま、ラジコン買ってあげるから。スネちゃま、いや、これいいんじゃないスネー。まあ、でもそろそろ中間ポイントなんでねえの。このスネちゃまが行った後にこの土管に入っていく。土管に入れませんね。ちょっ待っちゃー。ちゅうかさ、最速の27秒って何？なんかうすうす感づいてきてるんだけどさ、スタート地点からダッシュしたらゴールできるみたいな、そんなコースなんじゃない？だってさ、27秒でここまで来れるわけないもんな。うわ、どうするこれ。一旦叩く。なんかブブって言われちゃいましたけど、このメット持つしかないもんな。カポンじゃないんだよ。いや、久しぶりに強制カポンさせられてしまったわ。面白いよね、強制カポン。さあ、ここでメット投げるもし
バス気にして。なんでメット飛んできたんだよ。じゃあこっから投げてみようか。そうするとバグが隠れてる。おかしいおかしい、バグりすぎだろこのコース。もう絶対カポンすんなよ。ここで投げる。そうだよな、それでいいよな。いい加減にせんか。ちょっと涙出てきましたよ僕。本当に面白すぎてさ。じゃあこの場所でしゃがんでおこうか。上にいたらダメだよな。でベッドは右に行ってくれて、クリボーも倒してくれた。でこれ投げる、どうしようか。いや、かぶってドアに入る。いや、そうしかないよな。さあ次は、なんかフラワーがたくさんいますけど、ゴールが見える。でもこれゴールさせてくれないんじゃない。やっぱりそうだよな。でもそこらくんちゃん、まだまだ僕は楽しみたいよ。おーと、四角プラス B プラス Y でスタートオーバー。やっぱりそういうことか、分かってたんだよ。まあまあこれでゴールできるやろきっと。だからこっから右押しっぱプラスダッシュボタンプラスジャンプボタンを押しっぱでゴールができるみたいだ。やっぱりそうだよね、なんか全自動っぽくなってるもん。でもさ、こっからどうするかなんだよな。いや、ドッスンがいるんだけど、このドッスンがあのドッスン当たんなかったってか。最高じゃねえか。でここはもう、何このマジですげえ全自動みたいななってんじゃん。こんなの作れるんだからさ、もうちゃんとしたトロールコースを作ってくれよ。バグをこんな変な乱用するんじゃない。さあここでゴーゴールだ。完全に乱用されてる。バーグやばいね。1コース目がこんなんだったら、僕2コース目3コース目マジで腹筋筋肉痛になるかもしんない。じゃあここでバネを投げたらゴールできる。本当にできるよな。なあ、そうだよな。やったさ。めちゃめちゃ面白いこのコース。本当に他のコースをするのが楽しみになってきました。まあ2コース目はこの次の動画で、で3コース目はその次の動画でっていう感じにしようかな。楽しみに待っててください。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ワールド級スターロードエンド。まあたまにはね、普通のコース、スタンダードコースもやっていきたいなと思います。で説明文の最後の方にキーコインスアーオプショナルって書いてるから、おそらくピンクコインがあるコースなんじゃないかな。でもそれは任意で取ってくださいっていう意味だと思うんだけど、もちろん私全部取っていきますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.37% で、このコースワールド級の星って書いてるから、おそらくこの方がワールドコースを作って、それの最後のコースっていう意味なんじゃないかな。さあ始まった。うわ、楽しみだな。でも罠が来ないんだろうなっていう寂しさもある。いやこういうコースをやりよっても、罠が昆虫な分かっちょんよ。昆虫な分かっちょんやけど、どうしても罠を警戒してしまう癖がついててますね。もう完全にトロール病ですよ。さあ左にピンクコインがあった。そのピンクコインを取りの多分右下でいいんだよな。こっちはちゃんと足場がある。いやこれアイテムなのかな。いや違うのか、フラワーくれてもいいんだよ、骨はいらねえんだよ。でピンクコイン何枚ある。3たす3で6枚か。なんで3たす3になったんだよ今。普通に6枚でいいよね。さあガモンフミーの土管に入っていきます。いや普通にいいコースじゃん。こういうのよ、こういうのがマリオなんだよな。さあスピンをして、わこれさ、ちょっと広がったな。ナイスー。そんなところからチョロップを出してくるなんてさ、トロールコースと一緒じゃん。もうさ、やべえスピンしまった、まずいんじゃないこれ。よーし、よかった。でも上にピンクコインがありそうなんだよな、ちょっと見えるもん。もうそんなトゲ飛ばすなって、このトゲトゲバカだろ。ここはね、わざわざスピンしなくてもいいっていうことが分かった。じゃあ普通に飛び越えていこう。飛び越えてチョロップを踏んでピンクコインゲット。でここが難しいんだよな。ただデカ状態で来れてるのはマジで。これ何のゲーム。さっきはさ、これこれこれがマリオなのよって言ってましたけど、こんなコースあってたまるか。めちゃめちゃむずいよ。さあこのトゲをかわしいの。またトゲビいるのね。いやこれはもう当たってもいい。どうせ次でまたキノコかなんかもらえるんじゃない。でチョロップをかわす。土管は土管に入れそうにない。長いって。これは普通に飛ぶしかないよな。いけーいけー。キノコ状態でここまで来たのは熱いね。次は絶対超えてみせるぜ。俺がトゲリンピック金メダリストだ。何やってんだ。あーよかった、中間ポイントあった。で今ピンクコインが2枚か。下の記録は取っておきましょう。そしてこのワンワンを超えていく。で
この上に行けばいいのかな。まあ上以外ない。ハテナブロックはアイテムとか出てこないんだろうね。さあこれはいらねえすげえいらねえ。うわこれさ下から行く。いや上から行った方がいいか。上から行きます。うわちょっと、うわあぶねえ。いやこれ無理だって。え早く、なんだお前。うっとっとっと意外と助けてくれんのね。これさ右に行かなくちゃいけなかったのかな。まあいいや、一旦下のピンクコインを取ってもう一回戻ろうか。このプーがさ意外といるんだよな。この投げる工具がめちゃめちゃ邪魔なの。じゃあ次こそ右に行ってみせるぜ。ワンワンこっち来んなよ。そして下から行く。で鍵を取ってさっきの鍵ドアに入れっていう感じか。うわもうまた戻れるかな。一回もやられずにいけるぞ。めちゃめちゃ上手くない。ここで中間ポイント取りてえな。さあ鍵ドア入ります。で次はおいなんかむずそう。もうレールがもう目は邪魔だって。いやこれドッツンの上に乗ってったら簡単かもしんない。上のとアイテム、ありがてえ。すげえありがてえ。ダサい。お前僕に邪魔すんだよ。でまたドッツンの上に乗っていく。土管はねもう全部入れないと思う。さあここでボム兵持っていかなくていいよな。持っていけとかだったらめちゃめちゃ鬼畜じゃない。でここも上から行けってか。でドスを落としの、これ火力くる。今んとこタイミング取りづら。さあ下のボム兵は見えんで、あっさー。ここ当たらんでいくのめっちゃむずくない。落とすでしょ。で走れば間に合う。結構簡単に間に合うのが。さあここは左に行っておかなくちゃいけなかった。でこの土管に入ればいいのかな。よし中間ありがて。で今度はスネブロでもないのか。あスネブロ動かないんだね。うわ動いて欲しかったな。でもドグロリードがある。やめてやめろ。2個あんのお前ら2個いんのか。まあ、ずるいってそんなの。いやこいつ生き返るでしょ。だから投げておこう。これ持って行った方がいいのかな。生き返る、生き返ってもう一回踏んで持っていこう。持ってったらこういう風にさ何か来ても投げれるもんな。さあこれさ生き返るんだよな絶対に。投げても生き返っちゃうの。この何だったっけ、メカクッパクラウン、メカクッパクラウンじゃねえや。危ない。あっピングコインが。いやこのデブロス踏んだらいけんじゃない。ここをどうするかなんだよな。下のメカクッパを踏んで上に投げる。で右のデブロスは投げて処理しておこうか。さあこれでピンクコインが4枚集まった。うわまだまだ難しくなるのか。でここはちょっと一マスずつっていうのがめちゃめちゃ厳しい。さあ右にどんどん進んでいっちゃおうか。でこの右は、あれ右なくね。えどうするんだろうここ。あの太陽をかわせってか。いや倒して鍵ゲットっていう感じなんかな。いやわかんねえ、どうしようかこれ。待っておいたらそれとも鍵が勝手に手に入るみたいな。うわどんなんなんだろう。これさ P スイッチがあるじゃん。だから待っちゃったら P スイッチが発動してドアが出てくるっていう感じだと思うんだけど。太陽ちゃん一時こうやってやってるんだけどまだ何も変わる気配がないんだよね。絶対待っちゃったら P スイッチが発動。うなんか鍵が手に入ったね。さあここで合ってる。あもうゴール。でもピンクコインがあと2枚ないよな。ピンクコイン1枚。うわどっかで取り逃してんの。嘘でしょどこにあんだよ。あと1個ちょっと戻ってくるわ。みんなさっきさどこかわかんないんだけど取ってなかったっぽいね。いや取ってなかったっぽいって言えばいいのかな。中間ポイントやられてゴールに行くまでにさっき取ってなかったっぽい、多分忘れてたんだろうね。じゃあこれで全てのピンクコインをゲット。さあ鍵扉入ります。どうせワンナップゾーンなんだろう。こんだけいやこんだけじゃないよな、さすがに50コインだけとか一番ひどいんじゃない。ヤジか、うんうん、君に会えたから僕はよかったよ。というとでも思ってんのか、苦労させやがって。まあこれで無事ゴールできたというわけですね。いや普通にいいコースだったけどめちゃめちゃ難しかったのよこのコース。やっばたまにはいいですね、こういうコースも。すげえ楽しかったです、ありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。一発マリオ不完全なブラパ。サムネを見る感じ雲に乗ったブラパが一体、そしてパワーブロックが設置されてるからあのパワーブロックでブラパを倒してゴールっていう感じなんじゃないかな。いやそれ以外ないよねその割にクリア率が低いんだよな。わかんねえなこのコース。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.04%。マグマがめっちゃ早く上がってくるとかそんなことはないよな。ゴール条件がブラックパックをやっぱり一体倒してからゴールか。いやめちゃめちゃ簡単に倒せるんじゃないのこのブラパって。普通投げてみるよ。
何やったんだお前。これは何かの間違いだと思うよ。投げてブラパを倒せないとかある？位置が関係してますみたいな、この辺。意味わからんって。投げて倒せないっていうことが分かった。ならどうするかよ。こう。だってそれ以外ないんだもん。左になんかあるわけじゃないよな。やっぱり何もないか。ならこのスキンだったら上投げできるから上投げで倒せますみたいな。うわー、もう右に投げてブラパを倒せるっていう固定概念は捨てよう。左に投げてみようか。バカか俺は。分かったかもしれん。ギリギリでパワーブロックを置くことによってブラパを倒せるんじゃない、ここ。いや、ちょっと待ってよ。どっか行け。あえて何もしないでみる。そうするとパワーブロックに当たってやられるとかはないよね。一番左まで来た時に乗せてみる。はいはいはい、これで今日見つけたぞ。ブラパの上にパワーブロックが一瞬乗っちゃう時あったやん。その一瞬乗っちゃう時にジャン。あ、違うの。いや待てよ、ここでブラパカッパパパになるの。全然喋れてねえけど、乗るってことは乗せるように投げれば大丈夫。おお、マリアン、マリアン、やったー。なるほど、そういうことだったのか。あの左上の壁に当てるんじゃなくて上からパンを当てろっていうことだったんだね。いや、すげえ面白いコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。